はい、どうも皆さん、トライアングルです。現在ですね、今ちょっと実は僕呪霊を飲み続けておりまして、ちょっとねクリック音と呪霊のゴクゴク音がちょっとうるさいかもしれないんですけど、ご了承ください。現在こちら呪霊の数4374体、今ずっと飲んでます。これね、今のところとりあえず4461体の呪霊を飲み込みたいんですよ。これがゲトウが飲み込んでいる呪霊の数ですね。これね、やってわかった。ゲトウすごい。今これずっと連打でね、とりあえず4461体も出しましょうか。あと1体。これだ。これで4461体なんですけど、この、なんかね、ゲトウが、まあ、呪術廻戦ゼロのね、乙骨くんの時の言葉なんですけど、さらに私が今所持している4461体の呪いを一つにして君にぶつけると。言ったんですよね。これ渦巻きを打つ時の、言葉なんですけど、だから現在てかこの数を、ゲットは所持していたんですよ。で今これね、ずっと連打でカカカカカカカってやってたんですけど、20分ぐらいかかりましたね。すごい、ゲットを尊敬するわ。これをさ、その要は僕は連打でね、そのドドドドドって上げてたけど、普通にこれをの取り込み続けたんですよ、この世界で。これはとんでもないなと思うんですけど。で、多分前回の動画で言ってると思うんですけど、この極の番渦巻きを、呪霊の数4461体の、この渦巻きを五条先生にぶつけたいと思います。で、どうなるのか。もう無加減を粉砕することができるのか。ちなみにこの渦巻きの火力なんですけど、呪霊の数200で、上後が吹き飛びます。で150体でも吹き飛ぶかもしれないです。で宿儺が400体でおそらく吹き飛びます。体力999ある宿儺が、呪霊の数400個あれば、吹き飛びます。でしかも、これの10倍ですからね。さらに今回、前回はその400体で吹き飛んだって言ったじゃないですか、宿儺が。今回なんと、この鬼滅の刃の進捗も呪術クラフトの進捗も全部今からマックスにします。はい、これでマックスになりました。ちょっと今からずっと進捗が上がっちゃうので一回ワールド入り直しますけど、これでもう特級にもなったわけですよ。だからすごい強さになったので、4400ただでさえ400体で宿儺が散るのに、それにさらに特級を加えて今からちょっと五条先生に打ち込みたいと思います。ちょっとね、五条一発勝負なので逃げられたら困るので、ちょっと今から準備しますね。進捗もちょっとうるさいのでちょっと入り直します。よし、これでいいかな。これでいいですよね。とりあえずこうしといて、これで打ち込むか。はい、これで打ち込めば大丈夫だね。では行きましょう。渦巻き行きます。一回勝負。あー緊張する。いきます。せい、あーあ、待って、あー待って、やっちゃった。違う、クリエイティブじゃダメじゃん。サバイバルじゃないと無加減発動しないんよ。うわ、いや待って、やらかした。バカ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 、違う、クリエイティブだとこれダメージ与えられちゃうんだって。バーカ、あーあーやり直しだー。うおーやり直しだよ。少々待ちよ。20分間待って。うーやらかしたー、バカ。よーし、はーい、また飲みました。4461、もう絶対ミスれない、もう絶対ミスれない。本当にこれ大丈夫かな。サバイバルでこれ五条先生出してさ、敵対はしないと思うんだよ。まだ期待しないと思うんだけど、渦巻き打った瞬間攻撃してきたりしないかな。怖いな。大丈夫だね。いきます。では 3,2,1。 あ、怖い。
いけ3位。マシ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 、あーん、あら、どうもこんにちは。どうも。はい、というわけで、まあ渦巻き4461体で五条先生に打った結果は、サバイバルだとまあやはりダメージを与えることはできませんでした。どんだけダメージ与えようが、とんでもない最大火力をやろうが、ダメでしたね。まあでもこれは仕方ないのかな。まあでも多分無加減じゃない五条先生だったら、まあもう何十体もの五条先生が吹っ飛んでるんじゃないかぐらいの、多分まあ火力は渦巻きにはあるということがまあ分かりましたね。だから今後SCP にもちょっとやりたいなって思ってます。恐竜のさ、どんどんちっちゃくなってくるっていうか、あの子多分無敵かもしれないから、あのガイ、目があったら襲ってくるあの白い子いるじゃないですか。あの子に4461個の、呪霊を飲み込んでぶち込んでみようかなと。まああの子も無敵っちゃ無敵なんだけど、もしかしたら最大火力、あのヨリイチにヨリイチがダメージ与えられたのかな、確かシャイガイか、シャイガイだから、その渦巻きですごい火力のだったら、もしかしたらシャイガイを倒すことができるんじゃないかということで、ちょっとまた狙っていきたいと思います。そしてですね、実はこちらさっき渦巻き撮影してから1日実は経ってるんですけど、その間にですね、呪術廻戦アップデートが来まして、ゲトウスグルの、呪霊が追加されました。はい、こちらですね、カタツムリ呪霊、双子呪霊、カメレオン呪霊、一つ目虫呪霊ということで、多分まあこのゲトウの術式が出たということで、まあ、やっぱりサバイバルで100体以上の飲み込んで渦巻きで攻撃みたいなことをやっぱりするってことは、いっぱいやっぱり呪霊をその追加して、サバイバルでもいっぱい呪霊がいる状態にしておかないとまあいけないっていうことで、おそらく呪霊を追加してくださったんだと思うんですけど、この呪霊は多分なんかそのシーンのワンシーンのどこかでいた呪霊みたいな感じだと思うんだよね。代表的っていう感じではないかもしれないです。はい、でこんな感じですね。はい、これがカタツムリ呪霊でございます。ちゃんと目のところもほらちゃんと再現されて、このこれとかも難しいんじゃないの、どうなんだろうね。いやすごいわ、ごめんね。こういう感じですね。3級呪霊、はい、基本的に、3級が多いですね。はい、でこれがもしかしたら4級にもなってない状態でも取り込めるのかもしれないです。はい、そしてこれ双子呪霊、これは見たことある、この呪霊は見たことあるけど、双子呪霊ですね。これも一応戦闘させてみようか。戦闘させると、ね、特になんか能力はなかった気はするんだけど、多分普通に攻撃ですね、基本的に。はい、そうですね、この双子呪霊は基本的に通常の攻撃です。はい、まあ、なんでこの双子呪霊はって言ったかというと、まあ、まずちょっと一つ目虫、これこちらから紹介するんですけど、かわいい、あ、これも3級か。通常攻撃、多分通常攻撃しかないと思うんだけど、そうだね、あ、でも攻撃力高いわ。なんで、そのこの双子は通常攻撃って言ったかというと、このカメレオン呪霊、このカメレオン呪霊がね特殊あるんですよ。いきます。はい、ほら、わかりますこれ、これ今ここにいる。なんとこのカメレオン呪霊、同化することができます。物体というか、その今このいる場所に同化することができるんですよ。だから目とこのおでこのところのみとなっております。どう、ほら見てこれすごくない。で野原ちゃんがやられるかな、どうかな、負け、ちょっと野原ちゃんありがとうね、ごめんね、お疲れ。でいるかな、あれ、いなくなっちゃったかな、あ、いなくなっちゃったかな、あ、いるんじゃない、あれ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 、いるいるいる。こんな感じで、これ分かりづらくない、これこれがいきなり襲ってくるんですよ、同化して。
だからサバイバルモードとかだと非常にちょっと厄介かもしれない。いざ戦うってなるとどこに攻撃すればいいか分かんないからね。こういう感じでこれ当たらね、当たらね、当たった。いやこれサバイバル厄介だよ。出会ったらいきなりこれこう出てて、こうやってやってるの分かんなくないですか。意識してようやく分かるみたいな感じだからさ、意識してなかったらいきなりパコーンって攻撃されて何みたいな感じになるから。しかも攻撃がどこ当たった。はい、というわけでなんかね今後多分このゲトンのね、まあでもこれもあの飲み込めば仲間にできるので、まあ、どんどんちょっとねこの子たちも仲間に、サバイバルでちょっとしていきたいなと思います。ということでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。